アルベルト・ジャコメッティはスイスの彫刻家。ジャコメッティは主に彫刻家として知られるが、絵画や版画の作品も多い。第二次世界大戦以前にはシュルレアリスムの彫刻家とみなされていたが、最もよく知られている作品群は、大戦後に作られた針金のように極端に細く長く引き伸ばされた人物彫刻である。 これらの作品はしばしば実存主義的と評される。スイスのイタリア語圏の出身だが、主にフランスで活動した。ジャコメッティは、スイスのイタリア国境に近いボルゴノーボーのイタリア系の家に生まれ、近郊のスタンパの村で育った。父のジョバンニジャコメッティはスイス印象派の画家であった。また、一切違いの弟ディエゴは、兄の助手及びモデルを務め、後には、 家具製作者となった。スタンパ村には家族と暮らした自宅横の納屋を改修したアトリエが残っている。ジャコメッティは高等学校卒業後、1919年にジュネーブ美術学校に入学するが、入学後数日で絵画には見切りをつけ、ジュネーブ工芸学校のモーリス・サルキソフの下で彫刻を学んだ。1920年にベネツィア、1921年には、 ローマに滞在した後、1922年パリに転居し、アカデミー・ドラグランド・ショミエールで、ロダンの弟子アントワーヌ・ブールデルに学んだ。1920年代半ばから、弟のディエゴと共同でアトリエを構え、1927年前後から、パリのサロン・でチュイルリーで作品を発表し始めた。この頃のジャコメッティは、 写実的な彫刻には飽き足らないものを感じ、キュビズム、シュルレアリスム、原始彫刻などの影響を受けた作品を制作した。パリでは、ピカソ、エルンツとミロラの画家、シュルレアリスム運動の主相者、アンドレ・ブルトンらのほかジャンポール・サルトル、ポール・エルアールらの文人とも交流があった。1932年作の午前4時の宮殿は、この頃の代表作で、 シュルレアリスムの絵画を立体に映したような作品である。1935年、それまでのシュルレアリスム的作風を放棄して、再び人物モデルを写生する伝統的方法に戻り、シュルレアリストのグループから盛り脱した。第二次世界大戦中の1942年、一旦古国のジュネーブに戻り、戦後の1946年、再度パリに移住する。 ジャコメッティは大戦前にも細長い人物像を作っていたが、大戦後の1950年頃から作られ始めた人物像は、肉付けも凹凸もなく、彫刻としての限界と思えるほどに細長いものである。サルトルは、これらのジャコメッティの人物像を、現代における人間の実存を表現したものとして、高く評価した。なお、古代イタリアのエトルリア文明にも細長く、 引き伸ばされた人物彫刻があり、それとの関連も指摘されている。1962年、ベネツィア・ビエンナーレでジャコメッティのために一室が与えられる。このように晩年には国際的に高く評価されるようになった。また晩年には絵画、版画など平面芸術への回帰も見られる。版画集、終わりなきパリは1958年から1965年に、 かけて制作した石板が150点を収録し、ジャコメッティ自身によるテキストを付したもので晩年の代表作である。1966年、スイスのクールで没した。100スイスフラン紙幣に描かれているジャコメッティの肖像1998年10月から発行されているスイスの現行第8次紙幣の100フラン紙幣に彼の肖像が描かれている。紙幣の理念は、 歩く男である。1950年半ばにフランス留学した哲学者の柳原遺作と深い信仰を結び、柳原をモデルにして作品を制作した。ある年には柳原にモデルを務めてもらうためだけに日本からパリへ柳原を呼び寄せることもあった。柳原はジャコメッティのアトリエでの様子について詳細な記録を残しており、 それらを柳原と宇佐美英二らが創刊した文芸誌同時代にて発表し続けた。当にまとめられたまた当詞には、ジャコメッティが書いたエッセイも同人らによって翻訳され、いち早く掲載された。柳原による記録は他に、カンポ本ンジャコメッティ手帳にまとめられている。2017年、映画、ジャコメッティ最後の肖像がイギリスで制作された。 日本では2018年に公開。他にもデイビッド・シルベスター、ジャコメッティ彫刻と絵画がある。著者は信仰のあった美術批評家でモデルともなった。ありがとうございます。